おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1409です。はい、今回紹介するのはですね、前回組み立ての方を紹介していました、こちら、ガンダム F90 増装ウェポン3種セットですね。こちらの方の紹介をしていったということで、前回はこちらの F90 の組み立てと手前に置いてある武器ですね。こちらの方の組み立ての方を紹介していきました。ということで、今回はですね、増装ウェポン3種セットということで、そちらのね、武器関係、そちらの方のパーツの組み立てをやっていきたいと思います。で、その増装ウェポン3種セットっていう、その3種類っていうのが、A、D、S ってありまして、アサルト、デストロイ、サポート。こちらのね、3種類があるということで、まずは A ですね。アサルト。こちらの方から作っていきたいと思いますんで、パーツですね。そちらをちょっとざっと準備していきたいと思います。はい。まず A パーツですね。そちらの方準備できました。ということで、これからね、組んでいきたいと思いますが、まずベースとなるのが、こちらですね。このパーツに対して、このパーツが乗っかりますと。で、これ乗っけるときに、内側のここですね。ここにポリキャップが一発、こうやってはまりますよと。で、しっかり奥まで入れて、そしてここのところにこういう風にグッと入りますと。で、これが入った後に、ここですね、先端のここのところにこいつが入りますと。一応こちらは武器にはなってるんですけど、まあ、物がね、古いということで、先端の部分の穴は開いておりません。あとは微妙に噛み合わせがね、悪かったりするんで、その辺はちょっと調整した方がいいと思います。で、ここの後ろのところの縦2本、ここのところにバーニアのノズルパーツですね、これが入りますよと。で、これ微妙に角度が決まってますんで、まあ、向きを確認してブスッと差し上げるとこうなります。で、下のここのところに、こちらですね、ウィング。これも左右決まってますんでね、それを確認してブスッと差し上げてあげるとこういう感じ。で、これができましたら側面のここですね、ここに対してシールを1枚貼る必要性がありますんで、ちょっとね、ささっと貼ってしまいたいと思います。はい、貼り付けたらこんな感じです。これで片側ができましたということで、次に移りたいと思います。一応、基部となるもう一個のパーツっていうのがこちらになってて、これはここのところで噛み合わせてバチンとくっつけてあげる。で、これの太い軸側が F90 とつながります。で、こちらの反対側のピンですね。ここに対してこのパーツで閉じてあげると。で、これをブスッとさせてあげて、この形ですね。これで基部パーツができたので、今度は足と腕につけるパーツですね。それを組んでいきたいと思います。で、この大きいやつですね。これがまずベースとなって、これの内側のところに接続ピンパーツがここに入りますよと。で、こちらのタイプとこちらのタイプ、二つありますが、反対側にですね、こういう風に十字架のようになったやつですね。これがこっちの大きいやつになりますんで、これ間違ってつけるとこっち側に入らなくなっちまうんでね、そこだけ注意です。そしたら中にこのパーツがね、仕込めましたら、これをブスッと差し込んで、これでこのパーツが出来上がりと。で、このセンターの三角とこの黒と黄色のやつですね。反対もありますけど、これに関してはシール貼り付けてあります。で、ここのところ合わせ目になっているここですね。ここのところに付属のシール。それをちょっと貼り付ける必要性がありますが、まずは先に、こっちのちっちゃいやつですね。これも組んでしまいたいと思います。で、こちらも同じ要領でこれを入れてあげると。で、先ほどのピンがあると、ここのところまでね、奥まで入らないんで、一応確認した後に、ここのところにブスッと付けてあげれば、同じ形で出来上がると。で、こことここ、同じような感じで、ここにね、白いシールをちょっと貼り付ける必要性がありますんで、ささっとね、ちょっと貼ってしまいたいと思います。はい、貼り付けたのがこの状態となります。一応こういう風にできましたということで、先にこのバズーカですね、これも組んでしまいたいと思いますが、これに関しては普通にパチパチっと2つ組み合わせるだけで、これでバズーカができてしまうと。はい、こんな感じですね。はい、これでできましたと。で、ここに置いてあるこのパーツは何かというと、こちらのマガジンですね。多分これだと思います。ちょっと形状が違うんで、果たして本当に合ってるのかって感じがしますけどね。ここの部分が、形状的に合わないんですね。要はこの形でパチンと取っかえると思うんですけど、ここ四角いへこみになってて、こっちはラインですと。で、逆にこっちを見ると形状は似てるんで、何なのかなって感じですかね。一応こちらに関してはマガジンパーツだと思いますが、これが2つあります。で、これに関してはシールですね。ここのところに貼り付けるだけという形になってるんで、これで切り離ししてシール貼れば OK と。これで武器関係はできましたんで、この反対側ですね。これはまだ片側しか用意していないので、これの反対側。で、これに関しても同じようなものを2つ作る必要性がありますので、ささっとね、作ってしまいたいと思います。はい。出来上がったのがこちらということで、これに関しては直接腕とか足につける形。で、この基部に対して、この2つですね。これをサイドにブスッと差し込んであげれば、これでこのね、背面パーツとしては完成しますが、こちらに関してはですね、まあ普通に作って OK。ただ、ここのウィングの部分ですね。これが、やっぱりどうしても、こう地面につけると、こんな形でちょっと浮いてしまうということで、上からドンと荷重がかかると、根元からね、ポキッと折れてしまう可能性がありますので、箱とかね、そちらにしまう場合は、このウィングは接着しないで、
脱着できるようにしておいた方がいいと思います。その方がこのねウィング破損しないと思います。はい、一応こういう感じで、これが A タイプですね。そちらの武器パーツという形になっております。はい、ではですね、引き続きまして D タイプですね、 D パーツ、そちらの方ちょっと作っていきたいと思いますので、 D パーツ準備してしまいたいと思います。はい、パーツの方準備できました。ということで、これから組んでいきたいと思いますが、まずは D タイプのパーツの前腕ですね、そちらにつけるパーツなんですけど、こちら、このパーツ自体は左右共通です。ここにつけるパーツですね、ここのところにつけるのがこれとこれなんですけど、これのつける位置なんですよね。こうつけた時に前ですよとか、これ逆に入りますんでね、こう入れると右ですよ左ですよって形になりますんで、今回は左ですね、そちらを作りたいと思いますんで、このピンですね、こう2つあるうちの長いやつ、これを下に配置してあげまして、この状態でこっち側に穴のないやつですね、これがここに入りますと。で、反対側に穴ありのやつなんで、これをパチンとつけてあげると、これが左腕用のパーツとなります。なので逆にするときには、これとこれをひっくり返してあげれば、これで右になる、そういう感じになっております。それぐらいの違いだけですね。そして次、肩パーツですね、それに関してはこれとこれですね、これの内側、ここのところにこのパイプパーツを2つ、つながってるやつをザクッと刺して、こちらで閉じてあげると、これで完成になります。で、この時にシールですね、1枚ここのところに貼り付ける必要性がありますんで、それをちょっとねささっと貼ってしまいたいと思います。はい、貼り付けたのがこの状態です。一応このシールに関しては上下決まってるんで、一応貼り付ける向きですね、それ間違えてしまうと片側ちょっと余ってしまうんでね、それだけ確認した方がいいと思います。で、これで肩アーマーができましたので、次にヘビーマガジン、そちらの方ちょっと作っていきたいと思いますが、まずベースとなるのがこちらですね。このパーツのここの部分に対してこいつですね、これが入りますよと。で、それがここに入るみたいですね。そしてこれを押さえるかのように上からこいつをつけて、まあ蓋を閉じる感じでね、止めてあげますよと。一応ここ自由度がちょっとある感じですね。で、これができましたら、後ろのここのところにこの2パーツ、これをブスッと差し込んでギュッと入れてあげる。で、あと先端ですね、ここのところにこいつをくっつけてあげて、これが出来上がり。そしたらこちらとこのベースですね、これをここのところでくっつけてあげまして、ロックするようにこのパーツでこいつを止めてあげるよと。はい、で、これしっかりとね奥まで入れてあげないと、多分こいつ抜けてきたりするんでね、最後までバチンとしっかり入れてあげて、このような形で作ってあげると、はい、これができましたと。そしてこちらですね、このパーツに関してはまた同じくねマガジンだと思いますんで、これはちょっと置いておきましょう。で、これはフロントにつけるクラッカーかな、なのでこれも同じく基本的に組み立てとしてはなしと。で、最後に足ですね、つけるパーツ、これをちょっと作っていきたいと思いますが、こちらのベースといいますかね、これのところの裏側、ここのところにこいつ、これをここにバチッとしっかり配置してあげますよと。で、これ先に配置してあげないと、このサイドにつけるパーツ、あとはここにねバーニアつけたりとかねするんで、力かけ方によっては外れたりとか根元からポキッと折れたりする可能性があるんで、まずベースとなるこちらをしっかりとつける。で、できましたらこのサイドのところにちっちゃいバーニアノズルをくっつけていきますよと。で、これも同じくかなり緩い可能性があるんで、緩かったら接着ですね、それした方がいいと思います。で、あとここのところにちょっと大きめのやつ、これを2つ、形状決まりなんでブスブスっと刺して取り付けてあげますよと。で、基本的にかなり古いキットになってるんでね、結構緩い部分が多いと思うんで、そこは必ず接着した方がいいと思います。で、最後にここバーニアノズル2つ連結になってるやつをここのところにブスッと差し込んであげると、これで脚部のパーツができたということで、これで D パーツに関してはこれで組み立てが全部完了という形になりますんで、こちらこちら、あとはこの足パーツ、これに対応する反対ですね、右側のパーツをちょっとささっとね作ってしまいたいと思います。はい、出来上がったのがこちらという形になってます。一応肩に関しては左右の区別はなし、足も同じですね、前腕につけるこのパーツのみ、最終的には腕にブスッとこうついた時に穴なしのやつが前面向いて、ピンがね同じように下の方になるようにすれば OK です。これ組み間違えてしまうと、こういう形でね2個2つできてしまうので、そこだけ確認すれば OK です。はい、一応これで D パーツの方も全部出来上がったということで、最後ですね S タイプ用のパーツ、そちらねちょっと作っていきたいと思いますので、パーツをざっと準備していきたいと思います。はい、 S タイプの方のパーツ準備できました。ではこれから組んでいきたいと思いますが、まずはこちらですね、このキャノン、こちらから作りたいと思いますが、こちらの内側ですね、ここのところにポリキャップを一発仕込んで、
あとはこれを閉じるだけという形になっております。以上、先端の部分までしっかりとグッとね、押さえ込んであげて、このパーツを作ります。そして左右でね、ちょっと形状が違う形になりますが、このパーツ、これのところに同じくポリキャップを一発ここにくっつけてあげまして、そしてこれで閉じますよと。はい。で、これの先端ですね、ここのところシール貼り付ける必要性がありますので、ちょっとさっとね、貼ってしまいたいと思います。はい、貼り付けたのがこの状態となります。こちら左右の違いっていうのが、今ちょうど指で隠してるんですけど、ここのところに穴があるかないかの違いなんですね。一応こちら左を組んでおりますので、こういう感じで貼ります。なので逆ですね、右側はこっちが穴塞がってて、こっちに穴開いてるという形になりますんで、組み付ける際にちょっと注意が必要ですという形のパーツですね。はい。そして基部パーツとなるこちらですね、これのところにこいつを、まあ、形状合わせてブスリと差し込んで、まあ、くっつけてあげると。で、その際に最後まで入れて、ここですね、隙間なくぴったりと作ってあげて、こちらの太ピンですね、これが背中に入りますと。なので、ここの左右というか、サイドのところですね、ここのところに、まあ、とりあえずキャノン一発こうって入りまして、これの抜け止めみたいな感じでこいつがここに入ってくると、こういう形になっておりますね。後で反対側ちょっと作ってつけたいと思います。はい。で、これができましたら、前回の組み立てをね、見ていただいた方はわかると思いますけど、リアアーマーのところにバズーカをマウントさせるための爪3つついてるんですけど、そこに取り付けるための足パーツですね、それがこちらなんですけど、これを作っていきますと。で、これが中央のピン、こちらに対してこれですね、これがまあ一応こういう風に一番外にこう張り出すような形でつきますよと。まあ左右どっちをつけてもね、最終的に根元の部分をぐるっと回せばいいだけなんですけど、一応腰につけてこういう風に支えるような感じですね、こういうパーツを一発作っておきます。はい。そしてこれができましたら、前腕に取り付けるミサイルポット&キャノン砲ってやつですね、それを作りたいと思います。一応こちらがベース、これの内側ですね、ここのところに2つ丸穴が開いてるんで、ここに対してこのパーツをブスッと差し込んであげますよと。そして先端部分にこのパーツがこういう風にバチッと形状を合わせて入りまして、で、これで閉じてあげると。で、閉じることによってロックされる、プラスここですね、ここでちゃんとミサイルがちゃんと出てくるようになってるんで、接続ピンと絡めてしっかりと造形されてるという感じですね。そしてここの奥のところというね、ここのところにこのパーツをつけますよと。で、一応こちら全体的にグリーンになってますけど、ここのところはシール貼り付けてあります。で、これでこのパーツができたんですけど、この状態で取り付けて終わりではなく、こことサイドアーマーを接続するためのこういうタンク状のパーツですね、これをつけなきゃいけないよと。で、裏側を見たときにここにピンがありますと。で、このピンと先ほど言ったこのタンクパーツが合体するんですけど、その時にこのバツマークですね、これを自分側に向けたときに左手側のところにこれがあるのを確認して、ここにスプリングパイプを差し込みますと。で、この状態で先ほど組み立てたこいつ、こちらの同じくね、ここのところのピンでブスリと差し込んで、これで連結されるんで、ここに腰のところつけて前腕つけますみたいな、こういうようなものを1個作る必要性があると。で、それ以外にここですね、このパーツ2つを同じく組み合わせまして、これがクルージングミサイルってやつみたいですね。一応こちらも同じくブスッと作って、これで完了という形になるんで、これで同じく組み立て自体は完了なんですけど、また同じですね、これとこのスプリングパイプを組み合わせまして、これと同じものをもう1個作るっていう感じですね。そしてこのクルージングミサイルとこの反対側、これをね、ささっと作ってしまって、組み合わせ全部完了してしまいたいと思います。はい、組み立ての方が完了しました。こちらに関してはフロントにつけるだけのパーツとなっているんで、切り離しだけ綺麗に行っておきます。これで一応このね、増装三種ウェポンですね、こちらのやつは組み立てが全部完了したということで、一応今ちょっと避けておりますけどね、こちらがですね、今組み立て終わりましたS パーツですね。そして先ほど組み立てましたこの辺ですね、ちょっと代表的なやつだけちょっと置かせていただきますが、まあこれが D ですね。そして A とアサルトのパーツという形になっておりますので、これで武器関係の組み立ては全部完了という形になりますので、次回こちらの方の取り付け、その前に F90 ですね、そちらの方の基本的な稼働範囲とかその辺をやっていってから、アサルト、デストロイ、サポートという風につけていきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。